シュータン。なんとチューブ君も、ランちゃんに一歩も引かず、むしろ、チューブ君の方が優勢みたいな感じで、ランちゃん、トノ君、チューブ君が、まあ、一緒の部屋にまだいたんですね。入った。ランちゃん。まあ、今年の2月ぐらいからでしょうか、やはり万一の事故に備えて、ちびっ子たちと、まあ、俗に言うデカっ子たちですね。デカっ子はランちゃんとスーちゃん、まあ、この2対2で部屋を分けようかっていう話になり始めた頃ですね。でもチューブ君はまだまだ一緒に遊びたくてちょっと寂しそうですね。さて、新しい部屋で同居することになったチューブくんと、トノくん、最初はまあそんなに仲がいい感じでもなかったんですが、まあ、だんだんね、一緒にいると仲が良くなると同時に力関係もはっきりしてきまして、ちょっとチューブくんが強いという感じですね。環境にすぐ適応できるのがチューブくんのいいところ。もうずっとこの部屋でいるみたいにのびのびと暮らしています。これはパパとママの寝室なんですね。ここで今は、ポンプ、ハグ、チューブ、トノ、クロン、ミニポン、この7匹で、6匹で、一緒に暮らしてるんですが、まあ、この時はまだハグもいないし、クロもミニポンもいないので、この部屋にいたのはチューブ、とのポンプ、そして姫ちゃんも当時はこの部屋に結構いたんで、まあ、4匹で生活することが多かったですね。そしてなんとこの頃はまだ
こんなでかい図体してランちゃんを抱っこして階段から下ろしていた時代です。もう結構重かったですね。今となっては楽しい思い出です。